サイバースポーツの下田です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まずですね、サイバースポーツチャンネルのアスリート対談とは何ぞやというところでですね、気になるアスリートの方々に競技の魅力やご自身の活動などをまるで友達かのような距離感でいろいろ聞いて発信しちゃおうというアスリート応援チャンネルになっております。ということで、はい、本日はですね、私一人の撮影となっているんですが、本日もですね、素晴らしいアスリートの方に来ていただいてますので、早速お呼びさせていただきたいと思います。本日のスペシャルゲストはクレストボールの青木さやか選手です。よろしくお願いします。青木さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はフレスコボールの青木選手に来ていただいております。よろしくお願いします。まずですね、最初にですね、誠に誠実ではあるんですけど、私の方から青木選手のですね、プロフィールを簡単にご紹介させていただこうかなと思います。青木選手なんですが、スポーツの神様、香取神社が有名な東京都は江東区のご出身でございます。27歳の時にフレスコボールに出会って競技を始められたということなんですが、現在はですね、都内の人工ビーチコートや神奈川県の逗子や鵠沼の海岸などのビーチで拠点に活動されております。そして主な出場経験としましては、2020年のジャパンオープン女子カテゴリー準優勝、そしてミックスカテゴリーで準優勝、そして2021年沖縄カップの女子カテゴリー優勝、そしてミックスカテゴリー準優勝などなど、数々の大会そしてご成績を収められている選手でございます。そして最近ハマっていることはゴルフ、ランニング、そしてランニングはフルマラソンを走るということで、プロフィールの方をお預かりしております。よろしくお願いします。お願いします。すごいですね、フルマラソン走られるんですね。そうですね、それも2年前ぐらいから友達と始めて、一番最初はハワイのホノルルマラソンを走ったんですけど、その時はしんどすぎてもう嫌だなと思ってやめたんですけど、また職場の人が結構マラソンやってるんで、一緒に走ってるうちに、今年3月あの名古屋ウィメンズっていうフルマラソン走って、2回目のマラソンだったんですけど、4時間半ぐらいで走れたんで、サブ4出してすごい。僕ちょっと長距離は全くもって苦手なものですごいなと思うばかりなんですけれども、そしてゴルフもやられると。ゴルフは僕もちょっとやるんですけれども、最近どうですか、コース出られたりしてます？俺は全然ですね、もうね、1回2回しか出てないので。そうですよね、常に久しぶりなんで。まあ、ゴルフだと結構今でもね、コロナの中でもやられてる方結構多いので、ぜひやりたいですよね。ということでですね、早速ですね、競技の話をお伺いしていこうかなと思うんですけれども、まずですね、私もフレスコボールの存在はですね、この青木選手との対談が決まって、でそれでちょっとこう調べさせていただいて、こう存じ上げたというような、そんな形なんですけれども、この動画を見ている方もですね、こうフレスコボールとは何ぞやというところを思っている方も多いと思うのでですね、簡単にこう青木選手の方からですね、フレスコボールのちょっとご紹介をしていただこうかなと思うんですが、お願いしてもよろしいですか？はい、フレスコボールはもうそもそもブラジル発祥のスポーツなので、ビーチバレーみたくビーチ砂浜でやるような競技になってます。2人1組で行うことが基本なんですけども、向かい合った人が敵ではなくて味方になってて、2人でボールを落とさないようにラリーをずっと続ける、テニスでいうボレーボレーみたいな感じを決められた時間内にやって、それで得点を重ねていくっていう採点競技になってるので、その誰かを倒すっていう競技ではない、思いやりの競技って言われてます。なるほど、思いやりの競技、すごくいいフレーズですね。はあ、なるほどなるほど。そしてね、こうそのフレスコボールにこう青木選手がこう出会われたの27歳の時ということなんですけれども、どんなことがきっかけでこうフレスコボール出会われたんですか？もともとはずっとテニスを続けていたんですけどもたまたま仕事関係のお食事会があった時に同席された方がフレスコボールの日本代表だった方で、その方がフレスコボールっていうのやってるよっていうのを教えていただいて、同じラケット競技だったんで面白そうだなと思って友達と始めたのがきっかけです。なるほどなるほど。最初こうやってみた時ってどんな感じでしたか？砂浜だったので、まず足場が安定しないからすごい足腰が疲れるなっていう。そうですよね、なんですけど、友達同士わちゃわちゃできるなって面白さはかなりありました。確かに楽しそうですね、ビーチで打ち合うっていうのも。確かにこのコミュニケーションツールの一部としてもすごく楽しそうだなっていう印象はありますね。やっぱりそうですね、なんか大会とかもあるんですけど本当に我々みたいな年の人から下は小学生とか、上はもう60代の方とか、もう幅広い年代の方が出られてるので、もう誰でも楽しめるスポーツかなと。
そうですよね、誰でも楽しめるっていうところもすごくキーポイントですよね。なんかすごく素敵なスポーツだなと思うわけなんですが、そんなねフレスコボールなんですが、青木選手の思うフレスコボールの魅力ってどんなところにあると思いますか？やっぱりその敵がいないっていうところが、まあ今までスポーツやってきた中ですごい新鮮だなと思ったので、常に上を目指せるっていうか、誰かを倒して上に行くんではなくて、もうペアでいかにいいラリーを作り上げていくかっていうところが面白さなので。なるほど、そうですね、最初にこう思いやりのスポーツっていうワードが出てきたんで、ちなみにこう採点競技っていうお話だったんですけれども、どういったところが採点される要素になってくるんですか？日本のルールだと、はい、競技時間が5分間あるんですけども、うんうん、その中で総打数、何回ボールをつないでラリーをしたかっていうのと、はいはいはい、あとはアタック数って言って強く普通にラリーするだけではなくて振り切って打つのが、うんうん、まあ、何点って決まってたりしたり、あとはボールを落としてしまったらマイナス何十点とかって積み上げていくので、まあ、ラリーの中でプラスもあればマイナスもあったり、審判団が5人ぐらいいらっしゃるので採点されてきます。じゃあ加点と減点が両方あるんですね。そうですね。なるほどなるほど。大会自体が結構 BGM がガンガンに流れてて周りの選手たちはみんな応援してくれる。